と丸いグループより松山さんと渡辺さんに日比谷音楽祭 HYC チャンネルにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、私は、丸いグループのアニメ事業部っていう特殊な名前の部署なんですけどに所属してまして、アニメに限らずゲームとか漫画とかアーティストの方とか YouTuber、VTuber、e スポーツみたいなところまでこう領域を広げて、まあ、そういったコンテンツのファンの方の熱い思いをこう形にしていくみたいな、そういう仕事をしています。はい、私は自主イベント部というところに所属しているんですけれど、基本的には丸井のお店を使って、イベントをどんどん企画して開催していく。丸井独自で企画というのを、まあ、アプリはするんですけれど、お取引先の期間限定ポップアップショップとかをこう誘致したりだとか企画していく部署になるんですけど、お店をイベントフルにしようっていうのを目標にやっている部署になります。前回来させていただいた時にボロボロに読み込んでいただいて、はい、お取引先とか企業もそうですし、お客様もそうですし、あと株主さんとかもご覧いただけるように紙のこういう冊子の発行とオンラインでフリーで見れるようになっているので、弊社のホームページに来ていただければ、うん、内容がすごい濃くて、そう、このインクルーシブで豊かな社会を実現するっていう単語があって、このインクルージョンっていう考え方が出てくるんですけど、多分俺も最初この言葉を聞いた時にもうハテナがいっぱいあって、誰も取り残さないっていう考え方になっていて、例えば大きい視点で見ると貧困層の方だったりだとか、日本人と外国人みたいな考え方もありますし、男性女性みたいな、そうじゃない方、いらっしゃると思うんですけれど、皆さんこう幸せを感じてもらえるようにインクルージョンっていうのを示してるんですが、なんかこれは私が最近思うのは人だけじゃないなとは思っていて、環境とかあと動物とかもあると思うんですけど、何かをやろうとした時に何かがダメになっちゃってないかっていう考え方で、この人もこの人もみんな幸せだよねっていう考え方がインクルージョンかなとは思っています。この考え方ってこの日比谷音楽祭のやってることにもすごい通じるなっていうふうに思ってて、まあ、あらゆる二項対立を、ね、なくしていくっていう一つに、その世代間のね、対立をなくすというか、特にこの丸井さんって歴史がすごい深い会社じゃないですか。私たちは、今の若い方を将来世代って呼んでるんですけれど、今将来世代って、なんかこう未来にあんまり希望が持てないというか、なんで環境こんな風になっちゃったのとか、老後大丈夫かなとか、なんか私もちょっと思ったりするぐらいなんですね。そういう方々と一緒に競争していきながら事業を作ったりだとか、新しい、なんだろう、サービスを生み出したりだとか、一個代表的なので言うと、積み木証券っていう、フィンテック事業の証券会社が、最近これもできたんですけど、アッパー層の方々じゃないとできなかったこの証券を簡単にできるようにっていうので、こう始めた。ようなビジネスがあって、で、いろんな事業がそういうふうに将来世代の方々にとっても、こう未来を明るくするようなビジネスになってるかみたいなふうに考えながら、いろいろ立ち上げてるっていう感じですね。その概念をどうやったらそのビジネスにつなげられるんだろうかっていうのは、本当にこと細かく実行されてて。そうですね。それで言うと、アニメ事業部って割とその将来世代に向けたビジネスっていう意味では代表的な事例にもなっていて、クレジットカードのエポスカードっていうのを出しているんですけども、それを若い世代の方にもクレジットカードに親しんでいただきたいっていう思いから、アニメコラボカード券面っていうのを出してまして、まあ、いくつかのコンテンツを使ったデザインを持ったエポスカードっていうのを出していて、若い世代の方に喜んでいただいて、まあ、ご入会いただいて使っていただけてるっていうこともありますし。クレジットカードを作ったのは、はい。この丸井さん初なんですね。丸井が初なんです。日本初のクレジットカード。はい。やっぱクレジットカードって結構、初めて持つ人にとっては不安じゃないですか。そのお店で、まあ、クレジットカードをご用意してますよっていうお伝えすることで、まあ、こういうこともできるし、こういうこともできるし、こういう安心感も持って使っていただけますっていうことをお伝えできるので、まあ、それで初めて持つクレジットカードはエポスカードみたいな感じの方も非常に多くいらっしゃいますね。丸井って、僕、東京生まれ、東京育ちなんですけど、おしゃれしたかったら、
丸いに行けみたいな。ありがとうございます。本当にその感覚の中僕は育ってきたんですけど、覚えても中3の時行ったもんな、みんなで。どこ丸いですか？上野。あ、上野。でも全然当時の感じとやっぱり全然違うなと思って。そうですね。今、占い店っていうのを掲げていて、そうなんです。集う場所だったりだとか、ファンの方々が集まったりみたいなことをこうできるような場にお店作りをしたくて、もうファンの方々がリアルでこう集まれたりだとか、そのブランドの世界観をリアルで感じられるみたいなことがこう進められるイベントを推進しているちょっと担当でして。ものを今までたくさん売ってきた時代から体験だったり思い出だったりとか、そういうことをすごく価値として皆さんが購入されるというか、そういう時代にはなってきていると僕も自分が生きてて感じるんですけど、コミュニティ作りっていうんですかね、うんうんうん、そういうことが大切になってくるんでしょうね。そうですね、オンラインとオフラインのこのあり方っていうのを考えていかなきゃいけなくなってきてるじゃないですか。オンラインと、まあ、オフライン、リアルみたいなところを対立させては考えていなくてですね、リアルの場と同じものをオンライン空間に用意してオンライン上で楽しんでいただくっていうことを今進めてまして、こっちで言うとライブの体験をできるだけその、はい、オンラインの方でもなんか近い体験ができるようにそういう演出をしたりとかっていう工夫をなんかできないかってことをクリエイティブしてるってことですよね。そうですね。なるほど、面白いですね。ありがとうございます。なんかもうオンラインでもオフラインでも好きな方選んでいいよ、うん、もう同じことが提供されてるからみたいな形で世の中になっていくと、もう好きな方選べばいいだけなので、どっちがこう、ね、いいっていうのもありますけど、二項対立がなくなってますね。なんかインクルージョンされてる、インクルージョンされてる、ほっこりファイヤー。本当に私生活とかって意識することってあったりするんですか？みんな電力さんって、あの丸いと協業してるお取引先があるんですけど、再生可能エネルギーの電力を供給しているところなんですけど、家の電力会社をそれに変えたりだとか、もう一個ビーガンの精通する方と対談することがありまして、その背景にはその環境問題だとか、地区の問題だとか、こういろいろあるなっていうのに、その仕事を通して初めて知って、でそこからハンバーガー頼むときにソイバーガーにしようとか、カフェラテの時にソイラテにしようとか、そういうふうにこう選ぶようになっていっていて、食べ物のこともそうですし、男女間の異性のこともあるし、でもやっぱ自分が関わったり体験するとそれこそ受け入れることができるようになりますよね。あ、そうですね。そういう方もいるし、そうじゃない方もいるし、 でもそれを多分やっぱビジネスを通して、うん、いろんな方に伝えていくっていうようなお仕事をされてるんですね、うん、気持ちいいですね、こういう話ですね。特にその将来世代の方に何か伝えてるメッセージだったりとか。将来世代だけにっていうことではないんですけど、丸井グループって家具屋から始まって、で、時にはその若者向けのファッションみたいなものとか、クレジットカードやったりとか、こういろんなサービスがどん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 こう変わってきている。本質的なところが変わっていなくて、お客様のためにどう進化していくのかっていうところを常に念頭に置いてサービスを提案してきているので、今インクルージョンっていうテーマでやっているのも、将来世代の人たちが未来に生きる世界を良い世界で残してあげるっていうことが、将来世代の方たちのためになるんじゃないかっていう理念のもと、こういう新しいサービスを提案しているっていう感覚ですね。ピンポイントじゃないですね。そうです。だからこの世代に向けてこういうことをするとか、そういう発想じゃないんですね。今日の YouTube も発信の一つじゃないですか。だからそれを見て反応してくれたら嬉しいですよね。なんか素敵だなとか、こういう考えの会社だったんだっていう気づきになってもらってもすごく嬉しいし、丸井グループの考え方に共感してくれる人と一緒にお取り組みがしたいので、こういうものを出して皆さんにお伝えしていくっていうことを絶え間なくやっているという、はい、なので前回の日比谷音楽祭では共感してくださる方いっぱいいるかなと思って、私たちも出させていただいて、いや、またちょっとやりたいですね。ぜひ、ぜひブースで、はい、いろんな方々と一緒にこうやって新しいことできていくっていうのは楽しいですね。それですよ。ボーダーですよ今。はい、やろう。やります。やろう。そうですよ。この動画見てなんかワクワクした人は、
コメントしてください。ありがとうございます。待ってます。お願いします。ご一緒できる機会があったら、またお話できたらと思いますので、今後もよろしくお願いします。ありがとう。今日はありがとうございました。ありがとうございます。超ハッピー。ハッピーファイヤー。ハッピーファイヤー。